ありがとうございます。お湯入れてデスクワークしてますね。プレゼントが3つ届きました。ありがとうございます。ちょっとね、重くて大変だったんだけど嬉しいですね。ありがとうございます。3つも開封しますね。早速ハサミがいつも通りないんですけど、これから開けますか。一番大きいやつから。申し訳ないですね。申し訳ないけど嬉しいという感情が混ざっている。じゃん。お米ですね。ありがとうございます。この秋田小町のね、精米してあるやつ、無洗米ですね。いやー、これ楽でね、しかも美味しくていいんですよ。僕炊飯器持ってなくて鍋で炊いてるんですけど、洗う手間がね省けていいですね。小分けにしなきゃいけないんで、サランラップに包んで冷凍するって感じでやってるんですけど、洗う工程がね一つ省けるだけでも楽なんで嬉しいですね。ありがとうございます。秋田小町の5キロかな、新米って書いてある。嬉しい。ありがとうございます。鼻の調子が最近悪くて。で、じゃーん。コーンスープとポタージュ、じゃがいものやつかな。で、オニオンスープいただきました。ありがとうございます。すごいですね、こんなにいただいていいのかな。通販向けって書いてある。前もこれもらいましたね。すごい美味しかったの覚えてますね。嬉しい。コーンスープ好きなんですよ。トウモロコシが好きでね、昔は結構飲んでたんですけど、今は全然飲めてなくて嬉しいですね。コーンスープ10本とポタージュ9本とオニオンコンソメ9本、28本とお米いただきました。ありがとうございます。すごっ、贅沢。本当に嬉しい。本当に嬉しいけど伝わってるかな。感情が乏しいんでね。お米はリストにあったけど、このスープね多分リストに入ってないんですよね。なんか気を利かせて多分入れてくれたんですけど、たまにそういうことをしてくれる人がいて嬉しいですね。ありがとうございます。伝票読みますね。リストに入ってない商品を今回も勝手に送りました。ナミナミさんからいただきましたね。ありがとうございます。あ、そうですね、今言ってたやつ、これがリストに入ってないやつで、でお米はリストに入ってたやつだと思うんですけど、粋な計らいですね。すいません、ありがとうございます。ナミさん、ナミさんはね、ブーちゃんのあの掲示をくれた人ですね。いろいろ送ってくれる人です。すいません、ありがとうございます。大切にね食べたいと思いますね。なんだっけ、お米か。お米はね、何日ぐらいで食べるんだろう。1ヶ月間ぐらいかな。そんくらいでなくなっちゃうんでね、本当に嬉しいですね。毎日お米食べてるんで。ここに飾って。で、まだ2つあるんでね、嬉しいですね。お、これもお米ですね。ありがとうございます。
お米の季節だからかな。新米だしね、これも。いただきました。北小町5キロ。ありがとうございます。いやー、嬉しい。入ってないか。申し訳ないですね。ちょっと、重い。5キロって、一人だったら十分ですよね。申し訳ないけど、本当に嬉しい。僕の食費の半分以上はこのお米で助かっているところがあるので本当に嬉しいですね。ありがとうございます。ちょっと伝票を見ますね。前にお米をお送りしてから結構経ったでしょうか。お腹いっぱい食べてくださいね。ゆうさんからいただきましたね。ありがとうございます。ゆうさんもね、めちゃめちゃ送ってくれる、すごい優しい人ですね。ありがとうございます。そうか、前も、ゆうさんからもらったか、お米。前もね、いろんな人からお米もらって、それ食べてたんですけど、食べまくってたらね、もうなくなってきちゃって、またね、これでいただけて、お腹いっぱい食べれますね。ありがとうございます。最近はなんか、胃が痛いからなんかわかんないけど、太ったって言ってたんですけど、数日前まで。また食欲落ちてきて、朝昼抜くことが多くなってきましたね。だけど、お米たくさんいただいたんでね、これで、まあ、食べた方が健康的だと思うので、なんだろう。まあ、何かしらの形で食べたいと思いますね。ありがとうございます。塩むすびでもいいしね。僕結構塩ご飯っていうのかな、塩むすびっていうのかな、そういうの好きなんですよね。本当にありがとうございます。ちょっと語彙力がなくてね、いつも通りなんか感謝の気持ちを伝えられてないんですけど、いや僕の状況を分かってる人なら分かると思うんですけど、本当にありがたいですね。うん、本当に嬉しい。ありがとうございます。ゆうさん、最後の一つ。なんか鳴ってる？なんか変な音した今。爆発物とかじゃないよね。なんかギュウギュウいってる。なんだろう。あ、ティッシュだ。ティッシュですね、これ。最近鼻がね、なんかいかれてるんですよね。すごい。うわ、甘ギフ、アマゾンのギフト券が入ってました。ありがとうございます。やばい、嬉しいですね。嬉しいですけど、アマゾンのギフトカードあんまりもらえることないんで、すごいな。ありがとうございます。すごちょっと置かせてもらって、もんちゃんのケージに。ティッシュね、欲しかったんですよ。なんか最近鼻の調子が悪くて、今日はちょっと前よりはマシなんですけど、こないだまですごくて、で、ティッシュ箱一つね買ったりしてしのいでたんですけど、もう足りなくてトイレットペーパーで鼻かんでるんですけどね。このティッシュ大量いただきました。ありがとうございます。何箱だろう。24パック。すごい、これで鼻かめますね。ちょっと今も鼻が調子悪いんで早速かみますか。なんか鼻の調子悪いんですよ。もともとアレルギー性鼻炎と、なんかアレルギー体質なんで、皮膚とかも弱くてね。で、花粉、杉とかヒノキとかシラカバとか稲とかブタクサとか、すべてのなんか植物とかね、レベルマックスなんですけど、花粉のやつ
ハウスダストもダメだし、なんか鼻かんだら痒くなってきたけど、あそくらいね、あの鼻が悪いんですけど、ありがたいですねティッシュ。ティッシュ結構久しぶりに使ったかもな。こないだ一箱だけ買ったけど、いやありがたいですね本当に。ありがとうございます。出してもらって、で天ギフ、アマゾンのギフト券6枚、6個いただきましたね。ありがとうございます。すいません。これはなんでくれたんだろう。めちゃめちゃ申し訳ないけど、コンタクトが買いたくてね、欲しいものリストにコンタクトが欲しいですって書いたと思うんですけど、僕なんか乱視用のコンタクト使ってて、で一番安いのでも片目30日2000円かな、で両目で1ヶ月だと4000円ぐらいかかっちゃってね、あんまり経済的じゃないんでメガネずっとかけてるんですけど、メガネだとなんかこのフレームがあって嫌なんですよね。だからなるべくコンタクトにしたいんですけど、すいません、ありがとうございます。これでコンタクト変えますね。すいません。いやーすごい。お米も大量にもらったし、ティッシュもアマゾンのギフト券ももらったし、なんかすごいですね。申し訳ない、こんななんか何の価値もない人間に。うん、なんでいつもたくさん荷物とかね、食料とかくれる人すごい優しくて嬉しいなって思うんですけど、なんでだろうなって思ったりもしますね。申し訳ないんですけど、まあ、僕が欲しいものを公開してるんでね、申し訳ないって言ってもなんか矛盾が生じてるようで、何言ってんだこいつって思われちゃうかもしれないけど、なんでこんなに優しい人がいるのかなって不思議に思うこともありますね。申し訳ないですね。伝票読んでなかった。3000円分くらいあればコンタクト買えるでしょうか。私もコンタクトユーザーなんですが、ケチって安いコンタクトを使っているので相場が分からず、もし足りなかったら申し訳ないです。イユ、イユさんからいただきましたね。ありがとうございます。ゆうさん、お米もくれたし、ティッシュもくれたし、このギフト券もくれましたね。申し訳ないですね。コンタクト僕、あ、さっき言ったか、1ヶ月4000円ですね。なので全然足ります。ちょっと多いぐらいなんですけど、すいません、ありがとうございます。本当は鼻セレブとか送ろうと思ったのですが、肌に合う合わないがあるのかなと思い、リストに入っていたものを送ります。鼻が荒れると痛くて辛いですよね。イユ、イユさん、ありがとうございます。鼻セレブ、鼻セレブなんか値段高くて、多分これがね一番安くてコスパがいいものだったと思うんですけど、全然鼻セレブとか使える身分じゃないので安いね、トイレットペーパーでもいいぐらいなんですけど、こんなねティッシュいただいちゃって、しかも大量に、申し訳ないですね。ありがとうございます。鼻ね、花粉症の時期とかはもう毎日こことか切れちゃって、鼻かみすぎて大変なんですけど、最近もねまた痛くなっちゃって、わかるかな、わかんないか、うん、申し訳ないですね。ありがとうございます。ちょっと目が覚めましたね。今何時だろう、9時ぐらいだと思うんですけど、申し訳ないですね。ナミさんとイユさんからもらいましたね、今回は。すいません、ありがとうございます。お米10キロとこのスープとティッシュとアマゾンのギフト券でコンタクトを買います。すいません、いつもありがとうございます。またね、うん、またハムスターの動画もねたくさん作ろうと思いますね。ありがとうございます。
今日のねお昼はお茶漬けとさっきもらったコーンポタージュにしようと思いますね。よいしょ、ご飯入れて、でこのコーンポタとわさび茶漬け、これ結構鼻にツーンときてね、うわって思うんだけど美味しいですね。お湯入れて、でコンポタ、うわやべ、ちょっと寒気がしてね、寒いんで湯たんぽ入れます。これ抱えてねデスクワークしてますね。あるのとないとじゃ大違いなんで、特に足先が冷えるんでね、足に敷いたりしてますけど、いい感じに炊けました。結構ね鍋で炊いても美味しく炊けますね。胃が痛くなってきたので胃薬飲みます。ちょっとねまた我慢できないぐらい痛くなってきましたね。なのにもうなくなっちゃうんですよね。ちょっと夜買ってこようかなと思いますね。というよりも夕方なんですけど、深夜と寝起きが一番痛いので、それに備えてね、薬買ってこようと思いますね。これは怖いです、ちょっと。ないと。毎日この服装ですね。ちょっと、薬買ってきます。あと、納豆買おうかな。